こんにちは、クリッカークランです。ここ数年、高速道路などでの逆走による事故が社会的に問題視されるようになっています。そのため高速道路の合流地点などでは壁に矢印を描くなど、直感的に正しい進行方向を示すような工夫を見かけることも多くなりました。一方で技術的なアプローチも進んでいます。高精度ナビゲーションシステムを利用して道路の逆走を検知して警告を発するシステムや、路車間通信を利用して進入禁止を徹底するアイデアなども生まれています。しかし、いずれにしてもインフラ整備に時間もお金もかかります。そこで、すでに量産されている技術で逆走を防ぐのに役立つものはないのかといえば、実は存在しています。それがロードサインアシスト、標識検知機能です。車両のカメラで道路脇にある標識を検知して必要な情報をメーターに表示するというもので、制限速度の確認などに便利に使っているユーザーも少なくないのでは。しかし、いくつものメーカーが採用している同機能ですが、開発者に伺うと最も重視している標識は進入禁止なのだそうです。標識で示している事項はどれにしても破れば道交法違反になるわけですが、中でも進入禁止は重大な事故につながりやすいということで優先順位が高いといいます。メーカーによっては進入禁止を突破すると音声でも警告する機能を備えていることもありますが、それほど重視しているというわけです。そしてこうした機能は軽自動車にも搭載されています。コスト的にも普及が可能ということです。つまりロードサインアシストによって進入禁止を検知して警告を発するという安全機能は、全車標準化を進めるのに十分な状況にあるといいます。そしてロードサインアシストを利用した逆走防止であれば、インフラ整備は不要、すでに進入禁止の標識が出ていることがほとんどというのもメリットではないでしょうか。もっとも、多少の標識の汚れでも進入禁止の標識を認識するようにしたことで、進入禁止の標識に似ているラーメンチェーン店の看板でも警告が出るようになっているケースもあるようですから、そうした対策は必要かもしれません。